はじめまして、カグラスコープって言います。よろしくお願いします。僕音楽始めて4年ぐらい経つんですけど、一時期は、音楽一本で生活させてもらってる時期もありました。今は、働きながら、合間を縫って音楽も、やらせてもらってるんですけど、ね、そんな僕が仕事をして仕事帰りに生まれた曲、そんな曲があります。毎日朝起きて仕事行って帰ってきて寝てって、この繰り返しの日々、もしかしたら、同じような生活を送ってる方もいると思います。それがね、幸せに思う方がいるならそれはそれでいいと思うんですけど、ちょっと窮屈に退屈に思う方、そんな人の生活を音楽で少しでも彩りを与えられたら嬉しいなと、心から思ってます。もちろんいいこともあるわ、悪いことの方が多いこの人生なんで、その悪いことをどう思うか、それがすごく大切なんじゃないかなって僕は思ってます。はい、悪いことは神様からのプレゼントで、自分が成長するためのプレゼント、そういう風に捉えてます。はい、そんなメッセージが込められた曲、ラスト1曲歌って応援しますんで、よかったら聴いてってください。変わらない日々という曲です。もしオリジナル曲いいなと思ったら、8月18日日曜日、新横浜ニューサイドビーチというライブハウスでワンマンライブあります。チケット3500円で販売してるんで、よかったらぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。変わらない毎日に、嫌気がさす時もある。つまずいて導いた答えが自分になる。空回りの毎日に、逃げたくなる時もある。積み上げた後悔の数だけ大人になる。この曲で終わりにします。よかったら聴いててください。変わらない日々。Thank you.
ありがとうございました。